皆さんこんにちは。現在カタールで開催されているアジアカップ、日本代表も出場し注目を集めていますが、現地時間1月17日に行われたグループステージ第2節の中国代表とレバノン代表の一戦で起きた出来事が話題となっています。今回はその内容をご紹介します。事象が起きたのは前半12分、中国代表が中盤から前線にロングフィードをし、ディフェンダーが競り合ったこぼれ球をレバノン代表のディフェンダーハリルカミス選手が左足を振り上げてクリアをします。しかしその際にスパイクの裏が中国代表のダイワイツン選手の顔面に入る形になります。ダイ選手は顔面を押さえその場に崩れ落ち、会場も一時騒然とします。起き上がったダイ選手の顔には頬あたりが擦れ赤く腫れた跡も残っており、この後 VAR が介入します。ですが介入の結果判定はノーカードとなり、試合が再開されます。国際中継の実況席ではスパイクの位置が高かった、故意ではないと思うが完全にボールだけを見ていましたねと偶発的なプレーとの見解で実況と解説が一致。 VTR で映像を見るとおと声を上げ、ひどいですね、本当にとてもとも述べますが、ノーカードの判定が出ると実況は正しい判断だと思います、私はレッドカードではないと思いますと伝えます。しかし地元の中国は黙っておらず、中国メディア GBOBA は国内の記者やメディア関係者から上がった不満の声を紹介。署名ジャーナリストがこのキック直接顔に入っている、ダイは顔を傷つけられるところだったといえば、大手ポータルサイトはこれはありえない、これでイエローカードすら出されないのかと伝え、判定に不服を訴え、さらに中国のサッカー解説者はこれでカードなし、フォワードが先にオフサイドして笛が吹かれていたとしてもこれは試合が進行中のことだったと考えられるのではないか、シューズの裏が見えている、これはと絶句しています。またこれでカードなし、ダイ・ワイツンがレバノン選手に顔を蹴られる、VAR を経てもレッドカードなしと報じるメディアもあり、ファンからもレッドカードもイエローカードもなし、これで負けたらやっていられない、これが少し前のシューズだったら肉がえぐれているに違いない、レッドカードのレベルなのに全く何事もなし、など多くの声が上がっています。また新たな火種となりかねないのがこの試合、韓国の審判団が務めていたことで、先日15日に行われた韓国バーレーン戦で中国の主審が韓国代表にイエロー5枚を与え、試合後に監督や韓国メディアから不満の声が上がっており、その影響もあってか中国のファンも韓国人審判素人レベルだろう、韓国の審判だから明らかに報復だ、何はどうやらもっと厳しくすべきだったよと恨み節をこぼしています。また中国のスポーツポータルサイトソウフ体育は、中国はタジキスタン戦よりも明らかに良質なパフォーマンスを披露したが不運も重なって得点を挙げられなかったと、母国代表チームに一定の評価を与えながらも試合をさばいた韓国人主審に対して怒りを露にし、あれだけ危険なプレーをしたのにレッドカードはおろかイエローカードも出ずファウルにさえならなかった、韓国人のコヒョンジン主審は見て見ぬふりをして無視したのだ、あのシーンだけでなく彼はカンフーサッカーを仕掛けてきた、レバノンの選手たちの横暴を許し続けた、試合前の嫌な予感が的中してしまったようだ。韓国対バーレーン戦で中国人のマニン主審が韓国に5枚の警告を出したが、今回はその報復に違いない、マニンは正当なジャッジをしたに過ぎないのに、コヒョンジュン主審は中国に不利な笛ばかり吹いていた。一方で中国のテレビ解説を務めた元同国代表ディフェンダーでご意見番のスンジハイ氏は、確かにひどい接触となったがあれはファウルにはならない、当然レッドカードでもない、ダイ・ウェイジュンは回避すべきだったと思うと冷静に分析しており、ソウフ体育は
スンジハイはどうしてそんなことが言えるのか信じられないとスーパーレジェンドにも怒りの矛先を向けています。この騒動に対して日本からはこんなことに日本が巻き込まれなくてよかったなって気持ちかな。カード出たら出たで怒り、出なけりゃ出ないで怒る、それよりも技術を上げてチームを強くしろよって感じですね。日本もワールドカップ予選の北朝鮮、イエローは関係ないとラフプレーしてきましたから、それでも勝ったの強いチーム、勝ちたい気持ちはわかるけど、この2カ国は常にこういうことでいがみ合うな。チームカラーが同じ赤の中国と韓国、まさにレッドチームの宗主国と属国の関係上、本来韓国は中国に物申せぬ立場なのにね。日本は近隣でも青組でよかったよ。中国と韓国で定期戦でもやるのはどうでしょう。審判第1戦中国人、第2戦韓国人、開催地中国と韓国交互に、カードなし、サポーター試合終了後の乱入か、メディアやネットで非難応酬なんかせず徹底的にやると良い。サッカーに似た新しいスポーツになるかも。試合会場に行きたくはないが中継見てみたい。カンフーサッカーを仕掛けてきたと自国が揶揄されている言葉を自ら使うという、ラフプレーをそもそも散りばめるなという話で、報復と捉えるのは進歩しない話。いつも思うんだけど、中国は審判のジャッジに絡むんじゃなくて、誰も文句を言えないような結果を出せばいい。毎回出せないんだから、それは実力が足りないと認めなさいよ。情けない。韓国、中国レフリーにやられた。中国、韓国レフリーにやられた。やれやれ、点を取り勝利すれば済む話ですね。ドローの結果に審判を非難するのは違うのではないでしょうか。主審に悪気があったというより、テコンサッカーの本番では生ぬるいってことでノーファールなんじゃないかな。この試合の問題は、中東の笛でも人種的な報復ジャッジでもなく、ドッフリーでペナルティエリアでボール持った選手がことごとく決定機を外すっていう決定力皆無の塩試合だった部分だ。レバノンなんてちゃんと決めてりゃ前半で2点入ってるし、中国も後半ゴール前でゴールキーパーが弾いたボールを完全フリーで持ってんのに、シュート透かしてディフェンダーに止められるってなんやねんあれ。 QBK か。両国ともスポーツをするには道徳水準が低すぎるかと思います。喧嘩じゃないし政治じゃないんです、など数多くのコメントが寄せられています。判定について隣国同士で揉めることとなった今回の試合、この2カ国の言い争いはこれからますます激しくなっていきそうです。今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。